基礎算数、意外と正解できない単位変換、おまけ問題付きです。では始めましょう。20立方メートルは何リットルですか？では解説をします。1リットルは 1.10 センチの立方体の体積に相当し、その体積は上のようになり1000立方センチメートルです。また1立方メートルは1辺1メートル、つまり1辺100センチメートルの立方体に相当し、その体積は上のようになり、20立方メートルはそれに20をかけて上のようになります。よって本来は上のようになり2万リットルが正解となります。おまけ問題です。次の4つの分数の中で一番大きいものはどれでしょう？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。